大尺天と、梵天梵天造梵天は、仏教の天部の一尊。古代インドの神ブラフマーが、仏教に取り入れられたもので、12点に含まれる。梵は、ブラフマンの漢訳。ブラフマーは、古代インドにおいて、万物実存の根源とされた、ブラフマンを神格化したものである。ヒンドゥー教では、創造神ブラフマーは、ビシュヌ。 柴と共に三大人の一人に数えられた。大釈天と大になって祀られることが多く、両者を合わせて、盆釈と称することもある。バラモン教の神が仏教に取り入れられ、仏法の守護神とされ、盆天と称されるようになった。なお、釈迦尼が悟りを開いた後、その悟りを広めることをためらったが、その悟りを広めるよう進めたのが盆天と、大釈天とされ、この伝説は、 梵天勘定と称される。また、天部は、さらに細かく分別されるが、指揮界18点のうち、発然3点の最高位である、大梵天を指して、梵天という場合もある。神としての梵天は、この大梵天に住み、その下の第2点である、そよぎタスク点には、梵天の透け身が住み、さらにその下の、第3点である、梵集点には、梵天の両する。 天衆が住むとされる。当時行動の梵天像日本における梵天、大赦天に一体像としては、東大寺北家道観出像、法隆寺旧食堂祖像、東正大寺近道木像などが奈良時代に遡る異例として知られ、奈良、幸福寺には鎌倉時代作の像がある。これらの像はいずれも、二匹の普通の人間と同じ姿で表され、頭には宝田ぶさを言って、 手には、ホスや鏡、ガラゴールを持つなど、当時代の鬼人の服装をしている。これらの梵天像と大釈天像はほとんど同じ、姿に表現され、見分けのつかない場合もあるが、大釈天像の身が、衣の下に、革製の甲をつけている場合もある。密教における、梵天像は、四面四皮で表され、これは、ヒンドゥー教のブラフマー像の姿が取り入れられたもので、ある。 6世紀半ばから8世紀頃のインドの様式が源流ではないかという指摘があり、エレファンタセックス群にあるブラフマー像が例の一つとして挙げられている。長像では京都、東寺高堂の木像が著名である。東寺像は四面四匹の座像で四羽の画蝶の上のレンゲ座に乗っている。聖観音を本尊とした梵天と大釈天の三尊形式も見られ、これは 平安時代に二軒観音友のために祀られたものである。この異例としては、鎌倉時代後期の当時の白断像を、愛知県の滝山寺に見ることができる。滝山寺像は、運慶の作とされている。万物の根源という漠然としたものを造形化した神で、親しみが湧きにくいためか、インドでも、日本でも梵天に対する民衆の信仰はあまり高まらなかった。 ありがとうございます。